市の重要な施策などを発表する定例記者会見の内容をお伝えします。今回は8月4日火曜日に行われた定例記者会見での市長からの発表をお送りします。発表の内容は新型コロナウイルス感染症対策8月4日開催津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議第27回開催結果、2021三重とこわか国体三重とこわか大会密回避のための会場変更、新しい国体に向けた津市の取り組み、津市マイナンバーカード相談支援窓口マイナコーナーの設置、マイナンバーカードの交付からマイナポイントの利用手続きまでワンストップで相談支援します。令和3年度三重短期大学入学生の募集、8月19日から21日オープンキャンパスの開催中止、三重短期大学の新しい取り組み、食物栄養学科の開設、法系科第2部の長期履修学生制度の実施の4件です。はい、今日はですね、朝から10時から新型コロナウイルス対策本部会議を開催をいたしました。第27回目ということになります。で、皆様ご案内の通り、津市で昨日ですね、9名の方が三重大学生がですね、感染が発表されたということで、非常にこう感染再拡大という状況を私どもとして認識しております。そこで、昨日も市長メッセージを1本出したんですが、今日もですね、この後ですね、市長メッセージを出させていただくということを私の方から発言をしました。で、中身なんですけれども、若い人たちへのですね、呼びかけをやはりさせていただかなければいけないだろうというふうに思っております。10名の方々のですね、大学生の行動歴122例目の方とその、お友達友人9名ということですので、10名の方々の行動歴見ますと、4連休中にですね、友達同士で、県外を訪問していると、それから、複数の人たちで友人宅を訪問していると、ゴルフとか飲食ということですね。それからもう一つ気になるのがですね、若干の発熱とか咳などの症状が出た後他人と接触しているということが、行動例から見るとですね、あったようであります。こうしたことからですね、軽症とか無症状の若者が、知らず知らずの間に、自分では大丈夫だと思っている間に感染を結果として広げてしまっていると、こういう実態が伺えるところであります。で、大学の、いろんな発表も見てますと、原則として、授業オンラインでやっておられますが、やはりキャンパス外での行動も含めてですね、やっぱり学生のによる人と人との接触で、こういう感染が発生しているということであります。したがって、大学生をはじめ若い世代の皆さんにですね、大切なご家族友人に、知らないうちに感染を広げてしまったりすることのないように、繁華街などですね、感染者急増しているエリアへの移動を避けていただく、あるいは飲食人のですね、近い距離でですね、長時間会話するということを避けていただくということで、感染防止対策を求めていきたいと、こういうふうに思っております。とにかく若い方々に慎重な行動をお願いをしたいと、強く思っております。そのようなことを本部会議で私から伝えました。では2番目のテーマです。国体ですね、いよいよ2021年で、鹿児島大会残念ながら延期になっておりますが、私どもの三重県の大会は2021年にできるだろうというふうに思っておりまして、今417日前、大会445日前なんですが、
今日ですね、三重県の国対本部会議で私も3時半からか出席いたしますが、正式に決定していただきますが、会場変更をします。新型コロナウイルス感染症発生後初めてのですね、国体となりますので、この段階で新型コロナウイルスありきの国体、あるいは障害者スポーツ大会どう進めるかということを初めてこうチャレンジしていこうというものでございます。かなりこれなんていうんですか、若干情緒的なスライドで恐縮なんですが、歴史は繰り返すなんて書いて、昭和50年の三重国体はですね、昭和49年のオイルショックの翌年でありました。で、いろんな書いてあるものを記録を見てみますと、岡村初弘当時の、市長が、派手さはなくても心温まる普段着国体を目指すということをおっしゃってました。無駄を省いた温かい国体、従来の慣例にとらわれることなく進めると、こういうことが出てます。つまり、オイルショックで非常に経済が大きく変わる中で、国体どう進めるべきかということがですね、かなり議論をされて、この国体を迎えたということが歴史は物語っているというふうに思います。で、来年はですね、今年の新型コロナウイルス感染症を受けての国体になりますので、私ども、この年の翌年、この年の翌年ということでですね、これはかなりいろんな意味で新しい時代の国体ということを目指さなければいけないのではないかというふうに思っております。これまででですね、さまざまな大会が中止になってます。この黄色で、したところがですね、私どものリハーサル大会が中止になってきたということでございますが、その間ですね、スポーツ界ではさまざまな大会ができないという状況が生じているわけでございます。そこでですね、新しい国体、新しい時代の国体どう考えるかということで、まずは安全安心な環境を提供するということで、感染症対策ですね。で、これは密を避ける対策というのをですね、やらなければいけないということをはっきりと明快にこれを大きなテーマとして掲げたいと。それから、効率的な大会にしなければいけないということで、例えばボランティアの方がですね、たくさんバーッと来られて、密になって対応するということができないのであれば、ボランティアの方々の人数を絞り込んでですね、できないかとか、そのような具体策をですね、しっかりと競技団体とか関係団体と協議を進めていこうと、こういうことにいたします。そこで第1弾ですね、これ本当に本部からも日本スポーツ協会からもこれは異例のことで、今まででは絶対になりえないことなんだけれども、新型コロナウイルス感染症対策であれば、例外的にですね、こういうことも可能としようじゃないかというふうに言われていることなんですが、会場を変えます。で、メッセウィング三重からサオリーナにですね、レスリングと柔道を変えると。ところが変えようにも変えられない理由は、バレーボールとバスケットボールがこの国体期間中にサオリーナでありますので、変えられないもんですから、それぞれ2週間前倒しをしてですね、大会は9月25日から始まりますが、その2週間前9月11日からの4日間をサオリーナでレスリングをやる。それから柔道、9月18日からの3日間をサオリーナで柔道をやると、こういうことに変えようというものでございます。で、その理由はですね、メッセウィング三重がサオリーナと隣接しておりますので、重なった期間でありますと、お隣のサオリーナとメッセウィング三重の選手が交錯をする、それからアップする場所とかがですね、制約を受ける。からメッセウィング三重はレスリングにしても柔道にしても観客席仮設にいたしますので、観客席がですね、十分取れない。サオリーナはご案内通り2500席が観客席で、2階席ずっとありますので非常に広く使えます。ところがメスウィング三重ですと臨時の観客席です、1500席ですが、2500には到底足りないということでありましたので、そこをですね、サオリーナを使えば試合会場も広く取れるし、観客席も広く取れると、こういうことであります。もう一箇所、薙刀を被災体育館で予定しておりましたが、
被災体育館の薙刀の道具をですね、検査したりアップしたりする会場が臨時のテント、大きなテントを張ってすることになってました。これ実際に、インターハイでもそれをやりました。でそこが控えの場にもなって密になるということがありますので、そういう控えの場を建物の中の別の部屋を使える芸能総合文化センター内に変えます、アリーナに変えます。でそのことによってバスケットボールの1回戦2回戦の2日間を芸能総合文化センターでやれようとしていたのを被災体育館変える、これを入れ替えると、こういうことをですねさせていただこうというものでございます。仮設で最大1500席だったのを、まあ、2500プラスアルファが、プラスアルファというのはあのフロアに設置できますので、3000席ぐらいですね、になります。でこれを仮に、ハーフで例の収容人数の半分ルールで使ってもですね、まあ、1500席取れるということですね。こっちだと750にしかならないということですね。それから選手控室が仮設で900平米だったのが武道場を使いますので1399平米、アップ場も仮設で1200平米だったのをですね、サブアリーナ1702平米が使えるということであります。それから役員室もですね、部屋が多く使えるということでありまして、まあ、これ実際にメッセの時のレスリングの、仮設席がこういう感じでした。一部の競技中は非常に密になっていたということがありました。これ柔道はですね、インターハイはサオリーナでできたんですが、まあ、非常にゆったりとした形でできたという、まあ、こういう2つの経験を踏まえて私ども全部ですね、レスリング柔道をサオリーナにできないかと、こういうことで競技団体とそれから中央団体と話を進めてまいりました。まあ、その結果ですね、まあ、コロナウイルス対策であれば、まあ、日程の変更もですね、本当は大会期間中にやりたい強く競技団体の方もおっしゃってましたが、まあ、しかし感染対策に万全を期すためであれば、まあ、やむなしということをおっしゃってくださって、この変更に賛成をしてくださったということであります。それから薙刀も先ほど申しましたが、アリーナ自体がですね、競技会場が芸能の方が広いと、それから選手控室は今申し上げたように文化ホールが使える、アップ場は剣道場が使えるということでですね、広く取れるということです。で、薙刀は全部で314人、来ますが、バスケットボールの1日目、2日目は8チーム104人ですので、こちらは被災体育館で収容できるだろうということで、これは両競技団体も理解をしていただきました。まあ、薙刀はですね、ずっとインターハイも含めて被災でやってきましたので、ちょっと被災に強い思い入れがあります。本当は被災でやりたいんだけどなということも聞かせていただきました。まあ、しかしここもですね、より広い会場でということで、お願いをさせていただいたというものでございます。で本日午後の三重県実行委員会の総会で審議され、承認されますと今度は日本スポーツ協会の国対委員会において審議され承認されるという予定でございます。国対委員会の開催時期は8月の下旬かなということになっておるようでございます。再三繰り返しますが、まあ、異例のことでありますので、まあ、ある意味新しい時代の国体に向けての新しいルールを初めてチャレンジするような感じになろうかというふうに思います。それで次はですね、これから取り組むもの、感染通信実行委員会独自の感染症対策としてこれから取り組むものということで考えておることを申します。まず日本スポーツ協会がすでに感染拡大予防ガイドラインを作っております。まあ、こういうものを参考に都市としてですね、独自のガイドラインを作っていこうということにいたします。でまだこれから競技団体としっかり連携しなきゃいけないんですが、例えばですね、入場の時どうしても密になります。これ茨城国体の薙刀競技ですね。これは、選手控室、競技会場の観客席などで出番を待つ選手とか監督が待機すると、それから多くの来賓役員向けの役員席を用意するなど密を作っておりますので、まあ、この辺ですね、試合会場への入場のルールをどうするのか、あるいは来賓席をどうするのかということをですね、かなり制限しなきゃいけないだろうと。それから
開会式、これ式典、これ素晴らしい景色なんですが、まあ、これができるかどうかということですね、コロナ時代にできるかどうかということでありますので、これもかなり制限があるだろうということであります。それから一般観覧車ですね、応援団が訪れて、密が発生する可能性がありますので、まあ、例の定員の半分ルールというのはですね、守らなきゃいけないだろうということですね。高校野球なんか人気ですから2でもやりますが、まあ、こういう形になります。それから大型テントをですね、これは先ほど薙刀会場など変更しましたので、かなり減らすことはできると思いますが、まあ、中小型テントに変えていかなければいけない。まあ、あの中小型というのは大きいところでみんなが集まってというのがなかなか難しいだろうということであります。まあ、こういうことは競技団体といろいろ話しながら今後具体的に検討していきたいというふうに思います。次はですね、振る舞いですね。これ食べ物ですから、これもなかなか難しくなってくるだろうということで、これ茨城のセーリングの会場ですが、これも記念品に変えるとかですね、何かしなきゃいけない。それからあのドリンクをですね、このコップに入れて手渡ししたりとかいうのもしてますが、これも難しくなるかもしれません。ペットボトルなどを使わなければいけないかもしれませんということであります。それから総合案内所もですね、こういう感じになるんですよね。でこれはあの情報誌などをですね、充実させるなどで変えていかなければいけないと。学校単位で応援するという学校観戦というのができますが、まあ、本当に子どもたちがわーっと声出して応援しているという本当素敵な風景なんですが、これもそう簡単じゃなくなるかもしれませんということでありまして、このあたり教育委員会、それから観光協会、物産振興会などと新しい時代の国体への関わり方をですね、一緒に考えていきたいというふうに思っております。それから PR ですね、広報イベントがなかなか難しくなってますので、 YouTube の活用などですね、それから SNS でかなり発信をしております。まあ、これも今まで以上にバーチャルの世界で PR をしていかなければいけないことになるかというふうに思っております。そういうことで、まあ、お問い合わせ先こういうことでありますが、新しいルールをしっかりと作っていこうということで取り組みを進めております。では次がマイナコーナーですね。マイナンバーカードでマイナポイント、これ最近あの時々見るあのロゴがありますが、まあ、これで私どもとしては窓口になりますので、窓口でマイナポイントのご利用をですね、的確にご案内できるようにしたいというものであります。マイナンバーカードをお持ちの方がマイキー ID を設定してマイナポイントを申し込めるようになります。で、9月以降に民間のキャッシュレスサービス、クレジットカードだったり、それからポイントだったり QR コード決済だったり、電子マネーだったりするわけですが、これで、キャッシュレスの買い物をすることで、それを最大5000円分 25% のですね、マイナポイントというのが付与されると。で、付与されたポイントをそのお買い物に使えると、こういうことですね。で、 IC カードがこういうようなもの、QR コード決済こういうもの、クレジットカードこういうものですね、128サービスが現在のところ事業者がすでに登録しているということです。で、これをどうやってつけるか、あの市民の方がつけるかというと、マイナンバーカードを持ってマイキー ID を設定して、そしてマイナポイントを申し込むと。で、今ここの段階です。7月から8月はマイキー ID を設定することで、これはマイナポイントの予約のような行為になります。で、9月からマイナポイントを実際に申し込んでいくということであります。はい。で、これあのチャートを分けてます。まずマイナンバーカードを持っていなければいけませんので、持ってない方は、申し込みを郵送オンラインで申請をして、市役所でですね、から案内通知を差し上げますので、市民課、本庁市民課か堺区総合署の市民福祉課市民課で取得をしていただきます。それからマイキー ID っていうんですが、これを設定してるかしてないか、これ簡単にスマートフォンで設定できますし、コンビニや郵便局でも設定の機械が置いてあります。そこで設定してください。その時に必要なものはマイナンバーカードと4桁の暗証番号です。で、この4桁の暗証番号を忘れる方が多いです。
その場合に、3回ぐらいトライして、会わないとロックされますので、もう一度暗証番号の設定のし直しということが必要になります。でそれは申し訳ないですけど、窓口ご来庁いただいて設定しなきゃいけないということになっておりますので、これを早めにしていただく必要があります。で実際のところこの再設定でちょっと窓口がのお客様が増えているというのが現実の状況にあります。それから最後マイナポイントですが、マイナポイントの申し込みも簡単にスマホでできますので、ご自身で申し込んでいただくということになります。その際必要なものはカードと避けた暗証番号と、それから自らどのカード、どのクレジットカード、どの IC カードなどと紐付けするかということを自ら決めておかなければいけないということであります。で民間キャッシュレスサービスを利用して、実際にポイントでお買い物できるのは9月からということになります。で今申し上げたような手続きをするためには、マイナンバーカードの取得というのが必要であります。改めてですが、スマートフォン、パソコン、証明書用、写真機、郵便でそれぞれできるわけでありますので、これを申請をしていただいて受け取りをすると。受け取りは本人確認が必要であります。で、次、マイキー ID の設定は、スマートフォンでアプリをインストールして暗証番号を入れて、マイナンバーカードを読み取る、スマートフォンのちょうどところにパンと下かなんかに置いてこう読み取らせるという行動ですね。でパソコンだと IC カードリーダーが必要ですが、同じようなことができる。で、市民課とか総合署で、お手伝いはできるということになっております。はい、その次がでマイナポイントを申し込みしていただくのは、マイナンバーカードと避けた暗証番号と、決済サービスのカードですが、この決済サービスによってはですね、マイナポイントの申し込みにあたってしっかりと事前登録をしていただかなければいけない、あるいはその、クレジットカードのセキュリティコードが必要な場合もありますが、それぞれ決済サービスの事業者によって申し込みの仕方さまざまですので、まずご自身でどの決済サービスとリンクさせるかを選んでいただくということになります。よくお使いになる決済サービスを選んでいただくということになります。そこで私どもは8月11日来週の火曜日から設置をするんですが、マイナンバーカードの相談支援窓口というのをマイナコーナーというんですがを設置をいたします。でマイナンバーカードのこととか関連してマイキー ID のこと、マイナポイントのことをですねお答えできるようにいたします。場所はですね、これ正面玄関、北玄関ですが、市民ホールが案内が、総合案内ここにあります。で、市民課でマイナンバーカードとかの窓口はここにありますので、その横のロビーですね。今この辺ちょっと工事中で、天井工事中で大変ご迷惑をおかけしてますが、ここにですね、デスクを設置をします。で、お一人お一人の状況をまず相談ですね、お聞きをして、でどういう手続きになるか、例えばマイナンバーカードをお持ちかどうか、お持ちな方は、マイキー ID を設定しているかどうかとかいうことをここで確認をします。で、必要な場合はですね、特に暗証番号を忘れる方多いので、その再設定などをですね、こちらの窓口へご案内すると。で、さらにマイナポイントについて、どうしたらいいのとかですね、お尋ね事などあればですね、ここで伺うということで、このマイナコーナーは、市民課が行う手続きそのものはできませんが、その他の案内とか全部ここでやれるようにしようというものでございます。で同様の案内相談をですね、各総合省でもやらせていただきます。ということであります。ということで、お気軽にお問い合わせくださいというものでございます。で次はですね、三重短期大学さんに変わりますが、来年度から少し新しい取り組みをなさる予定でありますので、村井学長とから発表していただきます。では学長よろしくお願いします。三重短期大学学長の村井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は8月19日から21日に本学で開催予定をしておりましたオープンキャンパスの開催中止のお知らせと、また来年度4月から新しい取り組みといたしまして、
本学の、まあ、食物栄養学科を、まあ、開設するということ、それから本学法系科第2部の長期履修学生制度の実施、まあ、この2点につきましてご案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずオープンキャンパスの件でございますが、まあ、ご覧のとおりの日程で、まあ、例年どおり19日から21日まで、まあ、午後3時間程度開催を予定しておりましたが、まあ、最近、まあ、特にこの10日間ほどの、まあ、新型コロナウイルス感染症の、まあ、状況を鑑みまして、まあ、お越しいただく皆様の、まあ、健康と安全を考え、まあ、今年度は残念ながら開催中止を決定いたしました。でただ当日配布予定しておりました、まあ、入試概要やキャンパスガイド等々はですね、ご希望の皆様に本学から郵送にて配布させていただく予定をしておりまして、まあ、本学ホームページに資料請求フォームを立ち上げまして、そちらからぜひご請求いただきたく思います。まあ、今準備を進めているところでございます。でまず今回関係いたします法系科第2部とそれから食物栄養学科の、まあ、どのような変遷かということを、まあ、簡単に本学の創設からの遠隔をこちらにまとめさせていただきました。まあ、本学は昭和27年に松市によって設立されました短期大学でございます。まあ、スタートはご覧のように法系科第2部と家政科からなっておりまして、まあ、勤労学生の学びの場、まあ、女子の学びの場を、まあ、提供するということが、まあ、設置の大きな目的の一つでございました。まあ、その後昭和44年に法系科第1部が設定されまして、まあ、現在の、まあ、ベースが出来上がりました。また平成3年にはこれ全国的な流れだったかと思いますが家政科という名称から生活科学科という名称変更を行いまして、まあ、その後、まあ、コース、まあ、編成を経まして平成19年に、まあ、現在の、まあ、形が整い、まあ、今に至っているという経過でございます。でまあ、現在の、まあ、本学の構成は最後にご覧いただきましたような形でございまして、まあ、法系科第1部が100名これ昼間でございまして2コースございます。法律コースと軽食コース、まあ、それぞれ50名程度でございます。それから生活科学科が150名、これも中間部でございまして、まあ、食物栄養学専攻が50名、それから生活科学専攻が100名、まあ、こちらが2コースに分かれておりまして生活福祉心理コースと居住観光コース、まあ、それぞれ基本は50名ずつでございます。それからもう一つ法系科第2部、まあ、これが創設当時からございます夜間の学科でございます。授業は17時50分から21時まで、まあ、夜間に2コマ学んでいただく夜間コースでございまして夜間学科でございまして、こちらはコース分けはしておりません。まあ、現在このような形の編成になっております。でまた直近3年間の本学の受験状況をまとめさせていただきました。まあ、真ん中が今ご説明した募集人員、まあ、合計1学年400名が定員でございますが平成30年度の法系科第2部を除きますと、まあ、それぞれ募集定員を上回る受験者を獲得しております。まあ、これがこの3年間の、まあ、受験状況でございます。それから、まあ、こういう受験者を集めながらですね、まあ、本学の新しい取り組みといたしまして1点目が食物栄養学科の開設でございます。左側が現行です。今ご説明したコース専攻編成になっておりますが、まあ、これまで、まあ、1つの学科の中に2つの専攻がございましたが、まあ、来年4月からは、まあ、食物栄養学科として1学科として開設することになりました。まあ、これによりまして、まあ、現在生活科学科として、まあ、1専攻として、まあ、共通科目として受講しております科目が専門科目に移行いたしますので、まあ、食に関する科目、まあ、カリキュラムの一層の充実が図れますし、まあ、この間長く人気の高い栄養士資格取得プログラムが、まあ、充実することとなります。履修内容のことでございます。ちょっとここにすべてカリキュラムを書けませんのでちょっと簡単にまとめさせていただきました。左側が現在の、まあ、科目構成でございます。まあ、1年生入りましてすぐに、まあ、一般教養科目の中で生活科学概論という科目を、まあ、履修してもらうことになっておりますが、
こちらの生活科学も食物栄養も、両方の専攻が、混合して受講しております。その部分を、食物栄養学科独立させまして、一般教員の中でも1年生の前期から食物栄養学入門として、一般教諭でありながら、専門科目を、すぐに学び始めていただくというカリクラムに変更いたします。またその他専門教養専門科目につきましても、生活基礎という科目現在8単位、これも両専攻混合で受講していただいているものをすべて食物栄養の専門科目に切り替えまして、新たに8単位分新しく、食物栄養の専門科目を、設置する予定をしております。これによりまして専門分野の学習がより深められますし、何を学ぶのかということの明確化にも一層つながるものと思っております。それからもう1点でございますが、新しい取り組みとしまして法系科第2部で長期履修学生制度をスタートいたします。この制度は先ほど遠隔のところでも申し上げましたが、本学もともと勤労学生の学びの場としてスタートしております。現在もさまざまな学生が学んでおりまして、勤労学生に加えましてもうすでに退職された方、あるいは介護育児に追われながらの年齢の方、あるいは20歳前後の若い学生、さまざまな年齢層、さまざまな背景を抱えた学生が本学で学んでおります。勤労学生のみならず、さまざまなライフステージでの教育の場、リカレント教育の場を提供する目的としていまして、その支援のためのこの制度を実施いたします。具体的にはですね、入学後にあらかじめ長期での履修計画を作成してもらい、その学生につきましては通常2年のカリキュラムを3年もしくは4年で履修することを認めるものでございまして、学費は通常の2年分で3年もしくは4年学んでいただくという制度でございます。お仕事の都合などで、通学しづらい場合ですね、あらかじめこの登録をいただくことによって1年間の履修科目数を少なくして、2年間の通常の学費のままで3年ないし4年間で、余裕を持って学んでいただくことができます。就業状況等に柔軟に対応できますし、ゆとりのある履修環境の提供によって、本学第2部の魅力アップにつながるものと考えております。でちょっと具体的な履修モデル、これはあくまでモデルでございますけれども、ちょっと提示させていただきました。短大設置基準によりまして、短期大学卒業には最低64単位必要でございます。通常ですと、ちょっと極端な例ですけれども、1年生と2年生で半分に割って32単位を取得いたします。で前期後期ございますので、前期に16単位取るといたしますと、科目として8科目を夜間、2コマに、寄せて取りますと、ほぼ連日週に5日は、通っていただき、さらに3日か4日は2コマ、フルコマで夜、通学していただかないと、卒業ができないという状況が現状でございます。長期履修期間、3年に仮に設定していただきますと、例えば3年に割っていただきますと1年間で22単位、前期後期ですと11単位になりますので、科目として5科目程度、こうなりますと1週間毎日、1科目のみ履修していただくことや、3日ぐらいに圧縮して履修していただくことが可能になりますし、さらに4年になりますと16単位でございますので、半期夏休みまでで4科目履修すればよろしいので、こちらもかなりお仕事あるいは介護育児の都合に合わせて自由に時間割を設定していただける、制度でございます。以上のような、2つの、新しい取り組みを含めまして、来年度入学に向けた各種選抜試験が、ご覧のような、5つございます。従来から変わっておりません。関連分野特別選抜、それから推薦型の選抜、それから本学で受験していただく英語と国語がございます一般選抜、それから大学入学共通テストを、利用する選抜と社会人の特別選抜でございますが、現在、これらの入試の概要はホームページにてご案内させていただいております。具体的な日程につきましては
以上のようになっております。本学で一番早い入試が関連分野特別選抜で、試験日が11月7日、出願は10月でございますが、11月7日が、今年度一番早い日程の入試でございます。続いて12月に推薦型、一般選抜は2月上旬になります。それから大学入学の共通テストにつきましては、2月半ば18日からですね、出願期間が始まりまして、本学の入試の最終はですね、法系科第2部の社会人特別選抜と、一般選抜、3月7日の試験日が、本学の最終の入試になっております。以上の概要につきましてはホームページで現在ご案内させていただいております。オープンキャンパス、今回残念ながら中止となりましたが、令和3年度の新しい取り組みを、一人でも多くの皆さんにお知りいただきまして、来年度に向けた大学の選択肢に加えていただければ非常にありがたく思いますし、一人でも多くの受験生に受験していただき、来年4月にはたくさんの学生を迎えたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。はい、村井学長ありがとうございました。ご説明事項は以上でございます。ありがとうございました。